お元気ですか？谷村新司です。大切なものを長く使うにはメンテナンスが必要です。電球が切れて初めて気づく機械の寿命。取り替えれば新しくなる機械と違って人間の体は今日はそんなお話をしていこうと思っております。ラジテレ、さあゆっくりとスタートです。さて、今日のテーマはスイッチです。スイッチ、スイッチが反応しないとき、原因はまず2つ考えられます。一つは接触不良、そしてもう一つは機械の寿命です。昭和時代でしたら、スイッチが反応しないときはだいたい蹴飛ばしてみるとか、手で叩いてみる、これで結構復活することがあった、そんな記憶ある方も多いかと思いますが、機械の寿命であれば取り替えるか買い替えるしかありません。上手に修理できればまだ使えます。修理不可能な状態が寿命ですよね。諦めましょう。これって実は人間の体と同じだと思いませんか？この寿命が尽きるまでの上手な体との付き合い方、これは生きていく上での大切なヒントかもしれません。長く人間をしていると体のあちこちに潤滑油切れ、あるいはサビ、これが増えてくる。これは当たり前です。毎週今ヤングタウンでアリス3人が集まって71歳72歳がワイワイと楽しくやってるんですけども、70歳を過ぎれば必ず1つや2つなんか持病を持ってます。それにやっぱりとらわれてちょっと落ち込む人もいるだろうし、でもそれはそれとして上手に付き合いながらうまくやっていくっていう人もいる。アリスのメンバー的に言うと、金ちゃんは楽観的、そしてベイアンは心配性、この2人をねまとめ上げていくっていうのはなかなか大変なんですけども、谷村の役目はいつも、2人が明るく元気になるように盛り上げていく役目、これが、自分のバンドリーダーとしての役目かななんて思いながら、毎週、楽しくラジオをやっておりますけども。